メイクユーで皆さんこんにちは。今日ですねキラリンさんからですねボルダリングをしてほしいっていうコメントをいただきましたので初めてボルダリングいきたいと思います。ロッキー品川店さんにお邪魔したいと思います。テレビとかそういうの YouTube とかでは見たことあるんですけど実際にこう登った経験が全くないので感覚もわからないしどうなるのかが全然わかんないんですけど自信はあります。気持ち的には気持ちだけはある。多分できないと思います。行きましょう。サラサラになる。気持ちいい。大福みたい。大福みたい。はい。なんか大福で遊んでる。はい。考えるだけ。はい。はい。両手で持って、で両足からマットから離れたらさ、右足も上げて。そうそう。足は大丈夫です。はい、OK です。寄り付きは大丈夫です。はい、おぉ、はい、はい、この色っていうのがボルダリングの横についてるテープの色を表してる色らしいんですけどこれがこれの黄色が一番簡単でこう下に行くにつれて難しくなっていくっていうことらしいんですけどこの黄色から茶色に行くまでがめっちゃ段階があるらしくてとりあえず私はどん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 レベルアップを目指してあの R って書いてあるんですけどこの R って書いてある番号が123ここで137って書いてあるこの番号通りに進んでみて制覇できるように頑張ります。で、おもちって感じ。この黄色のテープごとにやってるんですけど S がスタートで G がゴールらしいんですね。で、足は多分関係足が自由って書いてあるので手だけまず黄色のところを掴んでっていうので行ってみます。え、待って3から結構難しくないですか。行ってみます。え、ちょっと無理無理無理。その横にもある逆。あ、こっちか。黄色の時って、他のキャラクターなんですけど、手が
ああいうのかけるところがあるんですよ、手の。はいはいはい。だから、そしたらこうやって、ここにこうかけれるんですけど、はいはい、スピーチの時なんもないから、もう、ここでこうやって加えるしかなくて。なるほど、ピンクは、かけるところがない。あそこで、ね、こんなにかけるの。
今日その靴下入ってきたら自分でも受けるんだけど。